はい、お疲れ様です。お疲れ様です。やっちゃったね。何って知ってことだろ。もう言っただろ、ネタじゃねえんだこれは。男と男のプライドのぶつかり合いじゃ。すごい響きましたね。大事。いや、視聴者の皆さん、やりましたよ昨日。またミッチーをぶなびっちゃったよ。あ、お前知らんな。はい、ああ、いや、宅飲みで戻ったの。はい、うん、宅飲みで戻ってな。俺もなんで殴ったかよう覚えてねえんだけど、なんかあいつなんか調子乗っとってもなんか飲まましたよ。そうそう、みんなで飲んだんだけど、はい、宅飲みだよ、視聴者の皆さん。宅飲み流行ってるんですけど、まあ、行って、俺もミッチー家から5分10分の距離だからさ、まあ、とりあえずまあ来る前に、まあ、オープニングとして撮ってますけど、まあ、詳細はミッチー来てからってことで。いや、ちょっとさすがに気まずいな。ちょっと俺もね、はい、別にあいつが悪いことしたっていう、なんか飲んだ勢いみたいなのもちょっとあったもんね。ちょっと、じゃ俺も謝る、あいつも謝る。ちょっととりあえず俺はまあ今日、まあ、もう その場はもうとりあえず帰らしたもんね。もう帰れって言って、はい、まあ、帰れとか、まあ、みんなも帰った方がいいよねみたいなって。あいつも結構熱なっとったもんな。あ、そうなんですか。うん、まあ、教育のために怒ったっていうよりは、ちょっと、まあ、酔っ払った勢いと、うん、まあ、あいつはあいつなりの、まあ、経営者として育ってきとるっていう証拠だけどな、うん、まあ、そういう意味で、まあ、いい関係って言ったら、まあ、まあ手は出したらあかんけどな。まあ、とりあえず来て、まあ、そこからまあ詳細いろいろ伝えて、皆さんには伝えていきたいと思いますけど、ちょっととりあえず来いよお前って言って、今日電話したからさ。はい、まあ、車で待とうか。わかりました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。久しぶりじゃない。久しぶり、昨日ぶりっすね。覚えてるのお前。はい、もううろ覚えっすね。いや、もうその前と一緒で、パーン来てからは記憶あります。あ、パン来てからは全然なかったよ。お前なんか悪くわかんない、バーバー言ってたぞ。お前なんか叩かれたとなんて、俺もあんま覚えてねえんだわ、はっきり言って、はい、お前があれだろ、なんかリュウジとなんか最初揉め始めて。そうですね、まあリュウジ君となんか、まあその僕もあんまり覚えてないですけど、バーって、うん、まあ、まあいつもみたいな感じですよね、うん、結構リュウジ君と僕その酔っ払って結構言い合うじゃないですか。うんうん、いつもなら大体な。そうそう、大体で、泣くか泣かんかどっちか。大体泣いてるんですよ。こいつの方があいつに負けるんでね。いやいや、まあ言って先輩だもん、あいつ。あ、そうですね。なんか言っとって、まあ、こいつもパートって、まあまあ どっちももっともなんだよね、うん、どっちもまあタイプが違うだけだもんね、はい、まあ、もっともだけど、なんか俺お前の横からなんか多分裏剣かなんかしたんだよな。そうね、僕が社長の隣に座っとって、うん、目の前に龍二君がおって、まあそこ覚えとるんですよね、バーッと喋ったら、うん、急になんかさ、はい、なんか飛んできたっすね。っていうかもうマスク入る、視聴者にさ。恥ずかしいんですよ、なんか。うわ、結構、いや、行って前みたいなひどくないもんな。まあ、前みたいね。前は本当に普通にグーファーって、本当に普通にバーンって。で、またバーンって2、3発って言ってましたよ。え、耐えたんです。耐えたというか、いや、耐えたんですけど、もう突っ込んできたよ。突っかかってきたよ。あ、そういうことですか。突っかかりましたっけ。突っかかってないけど、はい、なんか、まあ、そういう感じじゃん。まあ、いうのが、まあそうじゃん、なんか職人の世界で、なんか、そうです、職人先生、先生みたいなのはもう余計なんか嫌われるじゃん。殴る、なんか殴られたら、なんか、何ですか何ですかみたいな感じで来るじゃん、やっぱ。何ですかみたいな。めちゃくちゃうまい。こっちも、ケイって。来るしかないじゃん、もう。そうなんですよ。来るしかないっす。何ですかみたいな感じで来るしかない。じゃあ、その時そうだって、女おったし、ごちそうさん。あの時みたいな感じじゃなかったよな。そうですね。バン、目が覚めたみたいな。意外にしょよお前らみたいな。そうですね、うん、でなんかもうとりあえず帰れみたいなになって、はい、でまあ今日昼ぐらいに電話したの。昼っすね。昼かちょうど休憩中電話かかってきたんでかけ直して、うん、これまたネタになるわーって言って、これまたバズったわーと思って、殴ってよかったーと思って、殴ってよかった、やばいです。殴ってよかったーって。で今日もさっきしとったもんで、あの朝、いや朝起きた瞬間に鏡見てパって歯磨いて、鏡見てあれって腫れとんの、うわ今日絶対昼電話かかってくる。もう覚えとったの、寝た時は覚えとったの、腫れとるうちに、はい、の覚えとったの。何ですか。もう家寝て起きた時には、あ、社長に昨日殴られたわそれやって覚えとったの。それはなんかあの若干うろ覚えですけど、普通に、うん、なんか酔っ払った時でもあるんですよ、なんか、うん、そのうろ覚えな分がその飛び飛びで、うん、そんな感じでパッて朝起きて、あ、それ昨日殴られたなと思って。でもそこまでなんか一発だけあったっすよね。そう、一発だけ。そんな女俺も怒ってなかったし、お前もういかにしとけやみたいな感じで。一発だけあったもんね。なんか俺こうやって、うっみたいな感じだったから、なんか音とかじゃなくて、お前だってこうやって伏てるやん、こうやって。はいやるっすよみたいな感じだったもんね、もういいや、もう帰れみたいな感じで、みんなに帰らされてて、お前。
なんとかタクシーの音そうね。で、わーが言うじゃん、リュウジが言ってるから、じゃあお前ここ5だろって、いやリュウジ君もこうじゃん、じゃあとか言って、パーッてじゃあ本当なんだよ、危ないやん、危ないやつだよ、そうだろ、男ってないんだよ、そうじゃない、俺もそうだよ、先輩に言われて、なんか先生っていうのもダサいじゃん、はい、回りましょう、はいはい、ってやるしかないじゃん、もう強くるの構えるしかないもん、構えるしかないじゃん、もうちょっと喋りのせいで、こうやって、うん、そうじゃないですか、喋ったらパーンくるで、ってやるしかないじゃん、そうそうそう、だからってなんか先生みたいな、出せへんもんね、なんかはい、はい、はい、わかりました、はい、すいません、はい、って言って、もう言うしかないじゃん、それは覚悟みたいな感じですか、もう、殴られてもいいっすよ、殴られてもいいっすよ、来るのは来いっすよ、みたいな、まあまあ、別に分かった、あんたの先輩だから、はい、まあまあまあ、もう今回は意見言うのはやめときますわっていう感じじゃん、だってそれだってもう意見がみんなあるんだもんで、はい、それをなんかぶつけ合っても、まあ、その意見ぶつけるのはいいんだけど、こいつがいかんのはさ、もうでかい声出して制圧しようとするもん、はい、いやもうこうじゃんって言い切っちゃうもんね、ああでリュウジもそういうところあるじゃん、はい、ありますね、お前こうじゃん、どっちもそれだから言い方は違えど、はい、でそこからボルテージがぶわーって認め合わんもんね、はい、言ってお前多分リュウジ結構捕まるのだな、結構やっぱ、いやだってそれまマジじゃったら負けますかね、あいつまあまあ骨振ってえでな、もうだって振ることじゃないですか、すごいのしたいな、ぶん殴られましたね、こうしたいな、ボーボーに、本当昔マジですか、いやなんかもう遊びでなんかあるじゃん、なんかローキックやろうぜで、うん、でバチン蹴ってきたので、で僕バチン思いっきり蹴ったらぶち切れて、ローキックのはずなのに顔面殴ってんの、何かあったな昔だろ、昔です、まあ結構10代とか、まあ働いてすぐ1年目2年目ぐらいの時だよな、 2年目3年目ぐらいですか、何歳ぐらいの時、お前が22、23ぐらいですね、あああったあった、なんかそう昔あったわ、しかもそれバーベキューやってた、あとバーベキューやって社長の家帰るわっつって、あいつ僕らだけ飲んどきますわっつって、うん、下で飲んどったら飲んどる最中になんか2人とローキックやろうぜみたいな、どういやあるんですよ、K-1 やろうぜとかさ、柔道勝負しようぜとかあるじゃないですか、小学校のなんかじゃれ合いみたいな、そうでリージョン結構マジになるタイプじゃん、あいつマジになる、あいつマジになるだろう、すぐ負けたくないじゃないですか、ね、しかも真下1個しかないでお前もまた調子のいいこと言うでな、そうですね、うん、それはあるっすね、調子のいいこと言って、まあどうだろうな、視聴者の皆さん、まあこれぐらいで40万再生ぐらい言ってくれた50万ぐらいいくでしょ、これネタにしてんだから、まあでもあの視聴者の皆さん、あのまあ本当にもう俺も切れないよな、俺最近なんか気づいたことがあるんだわ、はい、なんか大きい声出さなくね、大きい声は出します、大きい声出すけどなんかその圧力みたいなのってなくね、なんかそういうの見ててそれ考えて思うんだけど、まあこの間まあ営業のあれ辺もなんかワーワーやってたじゃん俺、だけどなんかワーワーやらんくね、俺そうだからその持ってき方が分かってるっていうか、イライラしたふりとかはしてあげるけど、なんか本当に腹立ってるとあんまなくね、そうあれされてるか満載やん、お前いや案外ないだろ、はい、この YouTube キャラっぽいところってないです、ないです、それはないですね、そうそう、で俺もよくさ新卒採用とかでよく言うの、いや一定あの YouTube の感じで俺もすぐ切れるでねって言うけど、はい、冷静に考えたらなんか俺誰か追い込んでなんかぶち切れて、昔はあった本当にもうなんかもう本当になんか脳みそがもうちぎれそうになって、なんかクーッてチチチチって音がするの脳みそが本当にチェキーって言ったら、いやーって言って、足元がもうブワーッパーッて手だけ来いって言って、チチチリンってするんだ、ほんとに。でも、鼻の中になんか匂いがあるんだ。怒った時の匂い。なんかあるのかな、この辺が膀胱が破裂するっていうか、膀胱じゃないの、こうなんていうんだろうな、これ。なんか粘膜みたいなのが破裂して。膀胱でめちゃくちゃ笑ってるやん。それでは確かに膀胱じゃないからね。確かに膀胱じゃないんだけど、笑いすぎやろ。笑いすぎやろ。笑ってるんですもんね、粘膜みたいなカーってなった時ってなんか ないないです、ないです、なんか、まあ、なんか何ですか、アドレナリンがあってバーってもうめっちゃ熱くなるわ、でこの辺のなんか味みたいな、なんかポーってなるだろ、この辺がポでも体自体がなんかホテルっていうか、なるよな、もう頭がわけわからなくなってくる時あるんだって、殴られて見たくないですもんね、そうそう、でも今もうないな、ないですか、うん、まあ、昨日ちょっとムカついたけど別に一体あれ昨日の殴らんでもよかったなと思ったんですよ、もう帰れ終わってたけど、レベル的に言ったら殴らないレベルですよその前のたまにくらいだお前帰る時点で
なんかわーわー言っとったぞ、確か俺もあんま覚えてないんだけど、でまあ多分はい、そのわかりますよ、多分泳ぎまくってますね。あ、違う、なんかダセーじゃん、俺さ言ってないっすよって言ってさ、言ってちょっと感謝、結構あれでっかね、こいつ小太りじいさんじゃん、小太りじいさんって思います、言い過ぎやろ、言って結構あれとるよな、そうっすね、赤くなっとるしな、ちょっとちょ、反対見せて、顔汚いもんね、反対、反対すごい顔してるね、どう、いや反対こう、スタイル良くない、こっちからちょっと赤みに出てくるな、こっちスタイルいいじゃん、はい、こっちは、いや多分この辺は多分お前リュウジのあれ引きずられとったやつちゃう、はい、なんか掴み合いしようと思ってリュウジ君、リュウジ君に引きずられて、いやでもそこはあれですもんね、お前、お前あのカカシみたいなこうやって踊ったじゃん、いや違う、違うんすよ、違うんすよ、あれは力が強すぎるんですよ、なんか全員そうそう、そこまでなってないけど、いや言ってまうんすよ、うんまあいつもなんかあれだよな、結構まあでも絶対あれですもんね、うん、向こうもなんていうんですかね、リュウジ君も絶対に折れないし、うんそうだね、お前も折れんしな、はい、まあまあ地元の子はお互いに言い合えるもんね、そうですね、まあ、でもタイプがやり違うもんね、もうどっちも正解だからな、俺聞いてたら、あ、うん、ただ、まあ、まあ確かにお前の結果出しようのは確かだけどな、はい、だけどお前のやり方をなんか求めてももう変わらんし、うん、まあそうっすね、とは思うけどね、まあ、だって俺になんかなれんじゃん、俺はお前にもう、はい、だってお前なんか 何10人にするって言ってお前何ヶ月経ったのお前大体、あそうそう昨日その話したのそれで言うなって言ったそうそうそうお前も言ってやってねえよ何もって言ってそうだ思い出したわ俺話出したから分かったそうそうそう、ほんでお前やんじゃやんでこうやですよとか言ったもんね誰がお前あそうだ、なんか思い出した俺まあ何になったら分かるでしょ、僕合わせて2人っす行ってへっとるやん、お前ああ、確かにそう、あ、そうっすね、1人、うん、そこだよね、でも日々努力して1年で今さ、はい、まあ、行って足場のな、人区だろ、はい、あの手間受けみたいなもんだって、まあ、5人10人になるでしょ、そう、仕事はあるんだもんで、仕事はあるかな、これあるわけだろ、はい、そういう動いていない証拠だよね、お前が、そうっすね、リュウジ君言います、よかった。また始めました。次こっちがこうなってるもう前用事終わったでもう帰っていいぞ。用事終わったわ。もう再生数は確保したもんね。酒飲んだよ、酒飲んだよ。酒飲んだらもう帰れだって、ああ、終わりました。で、まあ、聞けるけど、お前今日帰り寄れよとか言って。で、またもう帰れ。多分明日ぐらいまで電話して、ツイートつなぐります。うん、こっちなぐります。そう。うん、だけど、視聴者の皆さん、あの本当にまあ、あのね、いいとか悪いと、まあ、もちろんマニュアル的には、警察的にもそう、あのやったらかんことってあるし、もちろんいいことってあるけど、あの、まあ、俺はね、なんかそれはあくまでも基本であって、やっぱり人を育てるっていう意味では、まあ、いろんなことがやっぱルール、法律破ったりしたらあかんと思うんだけど、まあまあ殴るの法律違反ですけど法律違反ですけどだけどまあその中でどうやってやっぱね人育てていく、まあ、自分の会社を育てていくっていうのはまあ判断してまあやっぱでそのやっぱジャッジが間違いや自分もねやっぱりいかんもんでまあそこら辺はまあいいも悪いもないもんで、まあ、俺とミッチの関係だからでもこれがと俺がこんでもうあいつ俺も二度と会いたくねえあんなやつはって思うやねはいうん、コメント欄でもあるじゃん俺が殴るっていうコメントもあるし社長を舐めとるとかなんか怒られとんのにタバコ吸うと別に怒ってねえんだけどカメラ回ってないでしょ本当に怒ってたらって、まあ、その人の考えなんですよねそれがその人の考えなので、うんまあ、それしつけても、うん、本当の仲間がいないんだよねそういうやつ、はい、多分ね、うん、で本当に信頼できる仲間がいないから、まあ、そういうこと言うんだろうけど、はいまあ、そこはまあ俺らの関係だからまあね口挟んでほしくないとこかなって、まあ、応援だけしといてくれゃいいかなと思いますけど、はい、そうっす、うんまあ、以上そうなりますんで、はい、今日はそれがいい、まあ、そんな感じの企画でございます、はいまた、まあ、司会者も作ってって、まあまあ、お前の、まあ、1年の成長が楽しみって、まあ、どうなっとんだ、はい、せいやんと思います、はいまあ、そっちの方の成長もね、はいまあまあ、求人してんの求人やってます今、うん、あれですねインディードあれして、うん、あインディードで募集かけてんの募集かけて、まあ、まだでも、うん、あの掲載されてないんですけど、うんいろいろ求人もやってますし、はい、で、まあ、塗り替え道場でもなんか足場は結構忙しいみたいで募集しとるっつったなそうそうめっちゃ忙しいらしいですねうん忙しいらしいもう全部外振っとるっつったなはいなんであのそれとかね手間受けできる子、まあ、そんないい値段上げれんけどそうっすねうんまあ手間受けでうちの材料と、まあ、トラック持ちだったら助かるけどトラックも借りたいなら貸してもいいんだけど、まあ、一回やってみたいとか、うん、専属で手間受けでやってみたいとかさ、まあ、そういう子がおれば
うちの戸建てだもんで、塗り替え道場の戸建て、例えば回ってくれるで3人1組とか2人1組ぐらいとかでもいいので、専属戸建てチームでそんなにまあいい値段は出んと思うけど、うん、まあ勉強ね、まあ組織がでかくなったらちょっと難しいかな。そうですね、うん、ただでも他もなんか回しとるって言ってたんで、例えば塗り替え道場だけの仕事じゃなしにも、でそれはね、うん、結構おるもんで、ね、まあ別に、まあ、仲間がおるけど、まあ、そこを振る必要もないじゃん。あ、在庫で振ってるとこだろ。在庫とか、まあ本当は手間受けでやらしたいって言ったんですけど、そうだよな、龍二君も、うん、だから本当まあ手間受けとかで、まああれですよね、うん、その材料持ってない子とかが来てくれると、そうそうそう、多分すごい嬉しいですよね、うん、うちの材料も使ってもらって、うん、うちの材料って俺の材料じゃなくて、うちじゃない、うちじゃなかったわ、さすがに今ちょっと気ぃ使った外部だったわ、外部だったわ、外部だろお前、外部だったわ、完全にお前外部だよ、とっさにうちって言っちゃった殴られ役だったよお前殴られやなんだよ、殴られや、ウティコーギーを手を出すわけだ、殴ってお前をクビにした時点からもう殴られや勝手なんだよお前殴られや、うん、まあそこはね、やっぱ仕事もらったり振ったりの関係があるもんね、なかなかそこ切り崩してまで、ね、はい、やっぱね、レベルもあるから、やっぱ仕事のだからまあこれからやっぱ一生懸命やって伸びていくみたいな、ミッチーみたいな立場の子だな、今一人二人使って、はい、これから一生懸命取引増やしていきたいみたいな子たちの、まあ、ステップになればいいのかなとは思うんで、ぜひ声もかけてください。はい、うん、よろしくお願いします。お願いします。あ、宣伝貼っといてな。はい、宣伝貼ってますんで、またそっちの方もよろしくお願いします。お願いします。